こんにちは。2024年6月21日です、おしゃまんべまでやってまいりました。おしゃまんべ公園、キャンプ場です。今回はここを見させていただきます。管理棟で中車で入っていいよという許可をいただきましたんで、車で撮影しながら、中をちょっとぐるっと回ってみようかなと思いますので、よろしかったらそっちの動画もありますんで、この後出ます、で、ご覧いただければというふうに、思います。ここは設備としては幹事長キャンプ場、バンガロー、炊事棟、トイレ、遊具、テニスコート、テニスコートは無料で利用できますね。駐車場は70台、収容できるということです。料金の方は、バンガローが6000円、キャンプはこれ車中泊も含むということですね。一泊大人1人600円ということで、大人2人だったらいくらなの、車単位なんでしょうかね、ちょっと分かり、テント単位なのか車単位なのかちょっと分かりませんが、600円ということでバンガローは6000円ということです。受付は8時半から夕方の5時まで、チェックアウトは10時ということになってます。非常に綺麗に整備されてますね。管理棟の中も非常に綺麗ですし、草も綺麗に刈っております。小さな池もありまして、噴水だったかな、なんかそれも噴水でないんです。流れる流水が、ありました。今回は 3人の方がキャンプされてましたね。結構気が早いなということですが、オートバイじゃなくて車の方がですね、キャンプをされてました。大型のテントを張ってる方もいらっしゃいました。すごいテントですね。いや、これでもう50回以上このテント使ってんだよという話で、キャンパーですね、キャンプのプロの方が、いらしたなということです。おしゃまんべキャンプ場、なかなか本当に静かに過ごすことができるところで、なかなかいいんじゃないかなと言います。自分の好きなところ、好きな場所で、十分テント張る、ことができる。また熊の方の出現はないんじゃないかなと言いますね。大型動物はいないかもしれません。蛇はいるかもしれませんがその辺は、キャンプの方は結構はいいんじゃないかなと思いますが、それでまたこの蛇の話って申し訳ありませんけど、今これおトイレ作業はですね、シェルプラザー港でやってるんですよね。実はですね、二股ラジウムに入ってきたんですよね。で、1100円で入りまして、それで、そうかということで、ロッカー借りたら100円取られるなということで、いや、100円かかりますなということで、そうかということで入っていったんですよね。そして、露天風呂が私専門なんで、露天風呂に入ったんですよね。で、二人の方がいらっしゃったんですかね。北海道の方と、出雲から来たということですよね。出雲からキャンピングカーで来たということですよね。その方とお話してましたね。そこからこと蛇の話になったんですね。こういう露天風呂には蛇がいるんぞという話になりましてですね。で、ちょっと盛り上がっていたんですよね。ほんで、私もそうかと思っていて、縁の方に上がっていて、ちょっと後ろ見たんですよ。蛇いたんですね。思いっきりびっくりしましたね。排水溝があるんですよ。排水溝のちっちゃな穴からですね、蛇が出てきて半分ぐらい体出してるんですよ。結構長かったですね。50センチぐらい出たところで見たんですよ。思いっきり飛び上がって、うわー、蛇だーって。飛び上がりました。うわ、蛇だって他の人みんなギョロッとしてですね、来たんですよね。で、どうするってこと、どうするとか言ったら、もうそのキャンプの、キャンピングカーで来た方々って追いかけてくれたんですよね。で、蛇がわーっと逃げていってですね、よかったですけど、思いっきりびっくりしましたね。なんで俺蛇見っけんでしょうかね。他の人が見つけてくれって、わ、蛇だったら、こっちって、どれっていう余裕はあるんですけどね。私自身が見っけてしまいました。その余裕はありませんね。思いっきり、わ、蛇だと思いっきりでかい声出して、それで、周りの方がびっくりして、近寄ってきたということですけど、本当に、嫌ですよね。蛇が出るとお金が儲かるんでしょうか。ですんで、それを思い出しまして、今日これからシェルプラザで寝るんですけど、夜の夢の中出てくるんじゃないかと思ってしっかり見てたんですよね。出てくるところから体全体が出て、それが追いかけてぐるぐるに蛇が逃げて下の方を置いてってして、横にいる人にどこまで行きましたか確認してくださいって、いなくなったから大丈夫って言われて、それで安心してですね、入ってましたけども、それからもう出るとこが嫌でですね、また出たらまたどっかにいるんじゃないか、その結構通路があって長いんですよね、通路が。その通路がいまいち危なかしい通路で大丈夫かっていうところですよね。いろいろ話してきた中に、
露天風呂から見てるとですね、長いチューブがあるんで、チューブパイプとかあん中にいるかもしれんとか言い始めるやつがいてですね、多分いても不思議がないですよね。そうするとまた余計気になってしまって、またキョロ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 見てですね、とてもラジウムに入ってるような気分ではなかったですけどね、まあそれでも結構我慢して、1時間半ぐらい入って言ってましたかね、ラジウムということは放射線ですよね、でホリミシス効果と言います、で弱った細胞を死滅させてくれます。そして、元気な細胞をさらに元気にしてくれます。したがって体が弱って、あ、具合悪いな、どうわーという人が来るとですね、一気に弱ってしまいますね、ですが、まあ、ちょっとこう足が痛いぞ、ちょっと指が痛いぞ、ちょっと頭が痛いぞぐらいの人が来るとですね、それがスカッと治ってですね、元気になります。しかしながらですね、すぐ効果現れません。ここは多分湯治が専門なので、まあ、2日3日泊まりながら、入るのがおすすめです。最初の1日目で痛みが増す、それはその悪いところがどんどん分解されて消滅していくので痛いです。それから2日目、2回目入った時にはその痛みがありません。で3回目、3日目ですねに入った時には、ああ良くなったなということが実感されるんじゃないかなというのが、この二俣ラジウム、温泉です。これがホリミス効果、ラジウム、効果です。いわゆる、弱った細胞を死滅し、普通の細胞をより一層元気するということです。私の場合も家の方にこのラジウムの発信機があります。発信機というか電波発信機ではなくて ラジウムの発生器があります。20万ちょっとしたと思いますけど、それをお風呂に入れてます。そうしますと、ね、これが温泉になります。いわゆるイオン温泉、ラジウム温泉になりまして、いつも入ってますんで、私の場合は元気ですね。入りますが、まあ二俣ラジウムの方が強いのか、うちの方の温泉機の方が強いのかちょっとわかりませんけどね、確かに普通のお湯にラジウム温泉器を入れまして、1日経ちますとちょっととろっというような感じで変わってまいりますので、ああ効いてるなというのが分かります。なんで、ここは湯治に来る方が結構いらっしゃって、いろいろこう掲示板みたいなのがあるんですよね。貼ってあるんですよそれ見ますと、私はがんでどうなって おかげさまで良くなりました、ここはすごく効きますねとかっていう、まあ、ポジティブな意見がたくさん、書かれておりました。しかしながら、ヘビさんいなければいいんですけど、絶対いるよ、ここ。っていう感じですよね。山ん中なんですよね。で、また帰り道の話なんですが、帰り道でまた、その、細い道なんですけどね、そこにまたヘビ見ましたね。道路の真ん中に長くなったんですよね。その長いヘビが長くもなってた、長くでらん、だらんとなってるんですけど、意外と短いんです。1メートルぐらいだったんですよね。で、もうブレーキかけても間に合わないなと思って、そのまたいでしまいましたね。別さんで、RGY の方で、ご覧いただけたら、うわー、ヘビだーって言って、そこ通過したのを覚えてますので、よろしかったらそれ見てください。もう、カットしようもなくてですね、ラジモンセに入った、これから、シェルプトーズ港まで行くぞーって言って、温泉から出て、ちょっと走ったところでヘビがいたり、うわー、ヘビだーって、そのまんま、もう、車のハンドル握ってですね、もうまっすぐ踏まないようにということで、あと、後ろをこうミラーで見たら踏んでなかった、よかったな、ということで、行った覚えがあります。もう2匹を見てしまったということで、すべて青大将ですね。青大将って青くてあって緑なんですよね。まあ、このヘビの話ばっかりしても、しょうがありませんが、今もこれはキャンプ場の話しかいけないんですよね。おしゃまんべキャンプ場は昭和48年におしゃまんべ公園に広大な地に、キャンプ場が、できたということです。春には桜や土、自然に恵まれた池に夏になると水仙やあやめの美しい、花々が水辺で、見ることができますということです。近くには砺波の森が ありますということです。遊歩道も整備されております。トイレ、流し台、バンガロー、広いスペースの駐車場があります。ドライブの休憩、ツーリングキャンプにもどうぞ、ご利用くださいということです。まあ、敷地面積が 15.3 ヘクタールということで、かなり広いですね。それがこのおしゃまんべキャンプ場ですが、まあ、私の頭の中はですね、おしゃまんべよりも二俣ラジウムの蛇のことで頭いっぱいになってしまったんですが、まあ、いやもう夏は本当に嫌ですよね。これからまた吹き上げ温泉行くとですね、あそこもいるんですよね。嫌だなと思いながら行くんですけど、まあ、しょうがねえなというのは、まあ、だからキョロキョロ見てます。そんなことです。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。一旦、500キロの行程2泊3日の動画は、これで終わりということで、また、2、3日休んでからまた、天気のいい、どこになるか分かりませんが、天気のいい方面に出かけていこうかなと思います。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録、また別チャンネル RGY の方ではフルで撮ってますんで、よろしかったらご覧ください。失礼いたします。